片翼の鷹、これはシャンクスのテーマですね。シャンクスというのがルフィのために腕を失ったり、すごい素晴らしい人ですけど、この頃ちょっとシャンクスどこ行ったか分かりませんがですね、必ず物語の後半に、帰ってきて一番重要な人物になると思います。ルフィの兄貴分ですね。だから彼の曲はですね、勇壮でしかしちょっと物悲しい感じのある、素晴らしいメロディーだと思います。この曲が大好きです、私も。